道路の真ん中に座り込む柴犬の前には駆けつけた警察官。逃走中の犬を保護しようとしています。すると前から車が。次の瞬間、千葉県松戸市の住宅地で始まった逃走劇。揺れるカメラが逃げ足の速さを物語っています。一度は立ち止まりますが、すぐにまた走り去る柴犬。こっちこっちこっちおいで、こっちこっちこっち。撮影する人が必死に走る横を、おいで。警察官はバイクで追いかけます。そして駐車場の角に追い込むことに成功。それでも抵抗し続ける犬。噛みつこうとするため、保護担当の警察官が来るまで緊迫した状況は続きます。逃走開始からおよそ2時間、その結末は。ようやく保護に成功。柴犬は無事飼い主のもとに返されたということです。